こんにちは、リーコレスタイリストのニチと申します。そしてスタイリストのマイチです。よろしくお願いします。ファッションにお悩みを抱えている大人の男性のために、D コレではですね、顔タイプ診断を活用してお客様に似合うコーディネートをご提案しています。今日の動画では、D コレに実際に届いたお悩みと、それを解決するために提案させていただいたコーディネートをご紹介していきたいなと思います。今回ご紹介させていただくお客様、お名前を M さんとおっしゃいます、はい、年齢は40歳の方になります。うん、はい、身長が160センチ台の方になりまして、今回お悩みを寄せてくださった動機なんですけれども、はい、買い物とか子供さんの学校の行事とか、うん、会社の講習会とか、いろんなシーンがこう日々あるっていうところで、似たような服装になってしまったりっていうところとか、あとそのシーンがいろいろあるので、そこら辺のちょっとお悩みを解決したいというところで、ご本人のご希望としては、やっぱり大人っぽいイメージっていうところに仕上げたいというところでした。苦手な服もお伺いしてまして、柄物の派手なものはちょっと避けてほしいというご要望をいただいてますので、今回はこちらのご要望を踏まえつつ、M さんにぴったりないろんなシーンに合わせたコーディネートっていうのをご提案させていただきました、まずこの M さんの顔タイプですね、見させていただいたところ、エレガントさんでした。大人顔の曲線タイプですね、上品で華やかな印象、分かりやすいところでいきますと、ニュースキャスターの方とか、俳優さんに多いお顔立ちになっております、こういう華やかなお顔の方なので、40歳というご年齢もありますし、大人っぽくしたいというところで、今回2コーデご用意しましたので、ご紹介しますね。それでは最初のコーディネートこちらになります。ブルー系の爽やかなシャツのコーディネートをご提案させていただきました、エレガントさんは大人顔さんですので、こういうシャツのコーディネートはすごくお似合いになりますね、今回シャツを羽織っていますので、ちょっとこうコーディネートに動きが出るというか、少しこう動いたりすると、こうシャツがこうなびいてかっこいい感じなんですけど、あまりこうシンプルすぎるとちょっと物足りない感じがしてしまう顔立ちなので、そういうふうに羽織って少しコーデに動きを出すと、ちょっとシンプルすぎっていうのを回避できるかなと、思いますので、今回羽織のコーディネートをご提案しました。爽やかさがあるお色っていうのもありますし、シャツを着ているっていうところと、黒いパンツの上品な感じっていうのもありますので、普段のお買い物のご予定とかでももちろん OK ですし、学校行事とかっていうこともありましたので、そういう、こういろんな人の目につくようなシーンでもぴったりなコーディネートかなと思います。シャツはね、いろんなシーンで活躍するアイテムなので、コーデの幅も広がりますし、着回しやすさっていう点でもやっぱメリットはありますよね。それでは続いてのコーディネートはこちらです。セットアップのコーディネートをご提案いたしました、エレガントさんは曲線タイプさんですので、柔らかくて穏やかな、こういうチャコールみたいなお色がすごくお似合いになります。黒よりもやっぱりちょっとこう優しい印象に見えやすいですね、チャコール、でインナーに着ているサマーニット、こちらもライトグレーの色味なので、少し淡い感じで優しく柔らかい印象っていう風になっていると思います、で今回はこの上品で大人っぽいセットアップのコーディネートですので、ご要望に合ったあの学校行事はもちろん、講習会とかですね、そういう、 こう多くの人が集まるような場所にもぴったりですし、やっぱりこう大人っぽさっていうのはしっかりありますので、年齢相応の落ち着いた感じっていうのもしっかり出せているコーディネートになっていると思います、やっぱりセットアップはね、着るだけでこうキリッと大人っぽく、かっこよく決まるので、年齢にはすごくぴったりなコーディネートになってるんじゃないかなって思います、今回もね、2コーデご提案させていただいたんですけれども、この M さんはどういった反応でした？今まではご自分がいいと思って通販とかで購入しても、やっぱりこういざ着てみるとなんか違うなっていうのがあったそうなんですね、多いですよね、そういった感じ、イメージとなんか違うなみたいな、
でそこは分かるんだけど、うん、まあ、何が原因かはちょっと分からなかったと、うん、はい、ただ D コレでいろんな診断を使ってアドバイスをいただいていくうちに、うん、原因っていうのがちょっと分かるようになってきたと。で顔タイプによって着るものもやっぱ違うっていうのはびっくりされたそうで、うんうん、今までだったら自分には合わないんじゃないかと思っていたものが案外気に入ったと、提案してもらって案外気に入ったりしたと。なるほど、はい、嬉しい感想をいただきました、うん、はい、はい、D コレさんではやっぱり LINE でまず気軽に相談させてもらえるっていうところがすごいですと、うん、で担当してくださる方もすごく丁寧に相談に乗ってくれるって言っていただけて、はい、いつもちょっと相談いただいている人としてはすごく嬉しい、はい、これは嬉しいですよね、はい、感想をいただきましたね。めちゃくちゃ褒めていただいて、はい、ありがとうございます、はい、先ほどの、ね、感想で今まではこう自分では選ばなかったものが意外とこう気に入ってしまったみたいなおっしゃってましたけど、うんうん、顔タイプで、まあ、得意なものとか似合うものとかっていうのを知ってくると新発見みたいなとこもねあったりするので、はい、まあ、そういったなんか幅が広がるじゃないですけど、そういった面白い発見もあるかなと思いますので、はい、ぜひね顔タイプ診断まだの方も、ね、はい、ぜひやっていただきたいですね、はいはい、そして最後に、うん、今回この M さんがですね、はい、私たちが提案したコーディネート、はい、先ほどご紹介したブルーのシャツのコーディネート、うんうん、1つ目のコーディネート、ね、はいはい、なんと実際に、うん、購入してくださいまして、あらら、はい、でこんな風になりましたと、はい、来たお写真を送ってくださいました。あららら、実際に来たお写真をいただくのって本当にやっぱり嬉しいですね。嬉しいですね、はい、もう自ら送ってくださったってことですよね、うん、そうですね、あめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。もう、はい、もうただその提案した段階でのお礼だけでも十分嬉しいんですけれども、はい、そうやって本当に買いましたよっていうご報告はもう本当に励みになりますので、そうですね、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はいはいはい、私たち D コレクションはあなたに似合うコーディネートが見つかるメンズ専門のファッション通販サイトです。 D コレの公式のアプリがありますので、そちらから無料で顔診断を受けていただくことができます。その後、アプリから、皆さんの顔タイプのコーディネートを一覧で見ていただくこともできますので、先ほどの M さんのように新しい発見がきっとあるかなと思いますので、概要欄にリンクをご用意しておりますので、ぜひ皆さんご自分でチェックしてみてください。はい、お待ちしております、顔タイプ別の着こなしでわからないことですとかお悩み事がございましたら、お気軽にコメント欄に、ご記入いただくか、まあ、LINE でもね、はい、ご相談が可能ですので、ぜひですねお気軽にご利用ください。こちらもお待ちしております。それでは本日の動画は以上となります。今日の動画が少しでも参考になったという方がいらっしゃいましたら、高評価とチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。